俳優の中林大樹さん35が27日午前2時ごろ、東京都渋谷区の自宅マンションで、妻で女優の竹内優子さんが意識を失っているのを発見し、119番通報した。竹内さんは40歳で、搬送先の病院で死亡が確認された。警察は状況から自殺とみているが、遺書は見つかっていない。竹内さんは昨年2月に再婚し、今年1月に第2子となる男児を出産。新たに幸せな家庭を築いたと思われていただけに、このような突然の悲報でした。緊急通報があったのは27日午前2時ごろ。自宅にいた中林さんが寝室に入ると、意識不明の状態で押し入れに入っていた竹内さんを発見。家の中には子供が2人いたが、異変には気づかなかった。誰もが竹内さんが人生を共にする新しいパートナーを見つけ、愛の宝物を授かり、仕事を休んで子育てと幸せな家庭を築いているのではないかと推測していました。竹内さんは女優として順風満帆な人生を送り、常に主役級の役を演じ、名女優と言われるまでに着実にキャリアを積み上げてきました。今年は子育てに加え、新型コロナウイルスの蔓延でドラマや映画などに出演できなかったが、世間からその名を忘れられることはなかった。彼女に何があったのか？彼女はその美貌と優しい笑顔で常に人気者であり、ソーシャルメディア上で誹謗中傷されることはほとんどありませんでした。最近では彼女が家族と食事をしている姿がよく目撃されていたが、突然の悲報に知人や近所の人たちは驚いていた。ネット上では、なんでだろう、悲しすぎる、子供もいて、新婚の夫もいるのに、などと嘆きの声が殺到していた。9月1日には、6年間 CM キャラクターを務めてきたインスタントラーメンブランド、札幌一番のイベントに出席し、第2子を出産してから、初の公の場に姿を現した。全然ブランクがないようで、シックなドレスに身を包み、美味しそうに、笑顔で商品を食べていた。6年と聞くと長いように感じますが、あっという間に過ぎていきますね。お湯を沸かすのは、緊張していた息子、長男が、自分で札幌一番を作るようになり、夫と食卓を囲んで小声で話し合っていました。環境の移り変わりと一緒に、札幌一番があります。イベントでは、私生活のことを楽しそうに語った彼女は、同日の自身のインスタグラムに、皆さんから夏休みはどうしていましたか？新学期に向けて前髪を作りましたと、嬉しそうに新しい髪型を披露した。あれから26日が経ち、2児の母になって人生経験を積んで、新たな女優業を始めようとしたところだった。何に悩んでいたのか、知らないうちに、心の病が忍び込んでいたのか。サンデージャポンに生出演していた爆笑問題の田中裕二さんは、妻でタレントの山口萌さん43がショックを受けていたという。竹内さんと同じ事務所に所属していた山口さんはこう語っています。10代の頃からお世話になっていて、コロナで退院した後もおめでとうございますとお祝いのメッセージをいただいたばかりですと、奥さんは私の中でも一番のお世話になっていますと話した。田中さんは今月7日に退院した。田中さんは本当に普通の生活をしていたと思いますし、周りを気にするような日常を送っていたと思います。でも、こんなことにと、最近までは普通に交流があったとコメントしていた。女優の北川ひろみさん39が27日、ブログを更新。彼女はこう綴っている。今朝、竹内優子さんが亡くなったニュースに驚き、
体が硬直しました。少し前に、三浦春馬さんと芦名聖さんの逝去のニュースを聞き、とても驚きました。今まで知らなかったので、お二人の人柄や性格を想像して悲しみを覚えていたのですが、竹内さんまで逝去されるなんてと綴った。竹内優子さんとは仕事はしていませんが、プライベートで一度食事をしたことがあります。とても気さくでフランクな方でしたが、強がりもあってとても可愛かったです。彼女はとても魅力的でしたと、同い年で二児の母との共通点があることで、より身近に痛感させられた。生きていることが素晴らしい。竹内さんが生きていたらよかったのに、と嘆いていました。モデルの冨永愛さん38が、女優の竹内優子さんが亡くなったニュースについての感想を綴った。今日、知人が亡くなったという悲しいニュースを聞いて驚きとショックを受けましたと竹内さんの死去のニュースに言及し、辛い状況の中一人で抱え込まず誰かに相談することを考えてくださいと呼びかけた。また歌手でタレントの灰田翔子さん41が28日自身のインスタグラムを更新し、2016年の NHK 大河ドラマ「真田丸」で共演した竹内さんと衣装を着た写真を掲載し、ショックすぎて信じられない、ずっと頭の中に残っていますと綴った。灰田さんは竹内さん演じるチャチャの妹で、ドラマでは浅井三姉妹の次女である初役を演じた。灰田さんは撮影初日 NHK の廊下で竹内優子さんと初めてお会いしたのですが、私がカバンを地面に投げて挨拶しているのを見て、そんな、と笑いながら挨拶していたと明かした。また、二人きりの芝居で向かいに座っていたのですが、とても美しく凛としていて、惹かれてしまいましたと綴っています。なんて素敵な人だったんだろう。彼女の笑顔がとても印象的で、昨日のことのように覚えています。緊張している私にも優しく接してくれましたと振り返った。撮影中は短い時間でしたが、短い時間でも思い出がありますし、いつかまたお会いすることがあれば、あの時は本当にありがとうございましたと言いたいです。それが叶わなかったのです。とても悲しくて、悔しいですと後悔の念を口にした。でも本当の気持ちは竹内さんにしかわからない。だからとりあえず今は竹内さんが安らかに眠れることを願っています。そしてこの後もう二度と悲しい思いをしなくてもいいようにと願っています。いつか私が向こうに行った時に直接お礼を言わせてください。まだ信じられないけど、私の中では大きな存在です。竹内優子さんのご冥福を心よりお祈りしています。